どうも、ハンサムクロジです。今日はですね、スターバックスの福袋を開封したいと思います。やったー。スタバ福袋2022年も抽選での販売となりまして、一回外れたんですけれども、繰り上げ抽選で当選して、自宅にですね、このように届きました。今回のスタバ福袋、税込み送料込み7500円でメルカリでもね、売られてます転売されてます。でもちゃんとコーヒーチケットとかドリンクチケットとかコーヒー豆チケットとか、なんか抜かれた状態で売られてますからね。皆さん買わないように、ろくなもんじゃないですよ。それで7500円だったらちょっと高いですから。まあ、今回福袋の中身はですね、公式によりますと、誰かとシェア、お揃いでも楽しめる大小のトートバッグに、福袋限定ステンレスボトルグッズやコーヒー、ドリンクチケット、その他アイテムが詰まった福袋ですと。店舗でご利用いただけるドリンクチケットやお好きなコーヒー豆と引き換えられるカードも入ってます。その他詳細はお楽しみです。福袋によって中身の商品点数、組み合わせ、内容、総額は異なりますので、ご了承くださいということでした。お好きなコーヒー豆と引き換えられるカードっていうことですけど、僕がいつも飲んでるパイクプレイスローストのコーヒー豆と引き換えられるカードだと嬉しいんですけど、どうなんでしょうね、そこら辺はね。開けますか。これ段ボールもさ、ちゃんとスタバの段ボールなんだね。スターバックスって書いてます。開けましょう。パフパフやるのは引っ越し屋さんのテクニックです。よいしょ。こうやるとテープが取りやすくなるんだぜ。開けよ開けよ。緩衝材、最近この手の緩衝材多いです。プチプチじゃなくて空気がね、たっぷり入った浮き輪みたいなやつが最近使われてますね。これ一つ目、じゃん、小さめのトートバッグです。おお、お弁当とか入れるのにいいですね。まあ、買い物、スタバの、テイクアウトとか持って帰るのにもちょうどいいかも。コーヒーは入れづらいかな。フード系を入れるのにいいのかもしれないです。水筒にね、コーヒー入れてもらうみたいなのもいいんじゃないでしょうか。かわいい。あと作りがめっちゃしっかりしてますね。ちょっとこのロゴのところはテロテロしてるけど、でも結構いいものだと思います。素晴らしい。触り心地でわかる作りの良さ、ありがとうございます。次、こちら、じゃん、でっかいトートバッグ。でかいです。これはもう、なんだろう、エコバッグ的な使い方がいいのかもしれないですね。かわいい。まあでもいっぱいいっぱい入るかな。どうだろうな。もう結構入るな。横幅が大きいんで。これも作りがめちゃめちゃしっかりしてる。リサイクルコットンを生地の一部に使用したトートバッグだそうです。いいものです。ありがとうございます。そして残りはこちら、よいしょ、ドン。まずこちら、コーヒー豆、最高パイクプレイスロースト、いつも飲んでるやつ入ってた。助かる、助かりますね。めちゃめちゃ飲むんで、今回僕お気に入り引きました。最高です。サンキューだぜ。マジでラッキーなんだぜ。さあ、あとこれなんだ、じゃじゃん、なんでしょう。箱です。 You are here collection、 なんですかそれ。どうしよう。あ、何これ、グラスだ。グラス？うん、倒れる。マグカップですね。日本の柄が書かれたマグカップ、かわいい。だるま、これなんすか。お城、1234段の城です。あと鍋ですね。鍋の絵とか書かれてる。鶴、富士山、なんかおめでたい感じ。お正月って感じですね。
しかもめっちゃ入るわ。これコーヒー飲むのにもいいけど、スープとか飲むのに良さそうな。これは使えますね、普通に。ありがとうございます。次こちら、じゃん、なんだこれ、タンブラー、ストラップカップシェイプステンレスボトル、クジラです。ステンレスボトルですね。クジラの絵が描かれてる、かわいい。王冠かぶったクジラちゃんの絵が描かれてます。蓋にストラップがついてて、どっかに引っ掛けて持ち歩ける。でも蓋怖いね、取れそう。ん、どうやって取るんだろう。あ、ちゃんとしっかり止まるタイプの蓋ですね。なのでここ持ってこう歩いても全然中身漏れない。しかもね、これ洗いやすいわ。このゴムのところもね、取れるようになってるし、清潔に使えそうですね。コーヒー入れるのにいいな。冷たいドリンクも美味しく飲めそう。あ、そうそう、パッキンね、パッキンも洗いやすくなってますね。なるほど、飲み物と外側の間に真空の層があるので保冷保温効果もまあまああるみたいです。真空断熱二重構造、見た目可愛いけど作りもしっかりしてて、54度以上を6時間、9度以下を6時間、めちゃめちゃいいやつ。ファンシーな見た目のめちゃめちゃいい商品です。ありがとうございます。これはいいですね。普通に僕家で使いたいな。あの仕事中コーヒー飲みたい時とか、冷たいものずっと飲みたい時とかに使わせていただこうかなと思います。そして次行きましょう。これなんだろう、箱です。あ、タンブラーだ。これこそまさにステンレス型携帯用魔法瓶。よいしょ、じゃーん。これ何の柄？でもなんか全体的に淡いファンシーな色合いですね。綺麗。これも真空断熱二重構造魔法瓶です。保温保冷効果もさっきのカップのやつと変わらない。あったかいものは6時間、冷たいものも6時間。あ、いいですね。これパッキン一体型もしかして。ちょっと待って。ああ、なるほどなるほど、こういう形か。まあでも洗いやすい感じですね。360ml、 コーヒーだと一番ちっちゃいやつかな、まあ、僕この手のステンレスボトルは持ってるんですけど、まあ気分変えたい時とかにね使ってみようかなと思います。変な匂いもしなくていいですね。ちょっとサイズがちっちゃいのでちょこっと出かける時とかいいかも。荷物減らしたい時用にと持っといても良さそうな感じがしました。これ蓋のところがスターバックスのマークになってるのが可愛いですね、てっぺんが。そしてこちら、なんだこれ、布っぽいけど、ストレージバスケット、なんですかそれ。こうしてこうして紐、ここ引っ掛けると、できた。ストレージバスケット、じゃーん。何入れたらいいんだこれ。まあでも今回のグッズとかをこう入れるのがいいのか。全部は入んないな。お菓子とか入れとくのいいかもな。こんな感じで、まあ、物を詰めて保存するためのバスケットです。ちょっと作るの大変だったわ。
フェルトみたいな生地ですけど、でもめちゃめちゃ分厚くてしっかりはしてますね。壊れなさそうではある。あざーす。次はこれなんだ、これもいいですね。ケーキフォーク&チリメンクロスセットです。ケーキフォークだ。分厚。これ何でできてるの、木っぽいけど、スタバのお菓子食べるときにちょうど良さそう。ウェハースみたいな厚さありますね。かじったらパキって割れて甘そう。これはちょっと使いどころよくわかんねえな。わあ、紐ついてる。何使うんだこの紐。クロスです。でもこうやってくるくるっとしておけってことね。はい、なるほど。そしてチケット、スターバックス福袋2020ドリンクチケット、1月1日から6月26日まで使えるチケットです。6枚ついてますね。お好きなドリンク1杯とお引き換えいただけます。チケット金額を超える場合は超えた金額を支払いください。店内飲食671円、お持ち帰り658円までのチケットが6枚ということで、658円で計算しても4000円くらいのチケットです。これでフラペチーノを1杯買える。ありがとう、本当にありがとうございます。フラペチーノ買いまくりです。そしてスターバックス福袋2020にコーヒー豆引き換えカード、じゃじゃーん。これも6月30まで使えます。上記バーコードを店舗でバリスタにご提示ください。内面に記載のコーヒー豆の、あ、コーヒーの中からお好きなコーヒー豆をお引き換えいただけます。パイクプレイスロストあった、いいですね。 OKOK。 好きなコーヒー豆を2つゲットできたってことですね。僕はすごいラッキー。ありがとうございます。これも使わせていただきます。大事に。はい、ということで、スターバックスの福袋めちゃくちゃ充実した内容でした。もうほとんど全部使いどころがあって便利に使えそうなものばっかりですね。このマグなんて本当最高です。スープ飲むし、冬はこれは本当に助かります。スープの粉2杯分くらい入りそう。あと柚子茶ね、柚子茶とかも美味しく飲めそうです。コーヒー豆も好きなものが手に入って、めちゃめちゃいい福袋でした。やったー。いや、繰り上げ抽選当選してよかったです。本当に7500円でしたけど安い。もう券でもうだって元取れてるから、実質このグッズが3500円とか、もっとか、2000円くらいか。コーヒー豆の分もね引いたらね、すごいお得だったです。本当にこれ毎年売り切れて買えないわけだ、僕も毎年なかなかね。今回はラッキーでした、本当に。ということで、もしね、来年じゃないか、もう2020年、今年の年末ね、福袋をどうしようかなって思った時は、この動画を思い出して、参考にしていただければと思います。はい、僕としてはもう最高。また買いたいなと思いました。ありがとうございました。この動画が良かった方は、コメント、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。以上、ハンサムクロジでした。バイバーイ。